申します。どうぞよろしくお願いします。お願いします。この話、木村さんっていう男性から聞かせていただいたんですけれども、木村さんね、お子さんがいらっしゃるんですよ。はい。5歳になるね、男の子で、たけちゃんっていう子なんですけど、うん、木村さんね、ある時、たけちゃんと一緒におもちゃ屋さんに行ったそうなんですね。で、おもちゃ見てたら、まあいろいろ見てたらね、たけちゃんいきなり、これ欲しいって言ったのが、うん、その指の先にあったのがブロックだったんですよ。うん、でレゴブロックだったのね。レゴって知ってるよね。なんか組み立てるカラフルなブロックみたいな。うん、そう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 。まあカラフルなブロック。カロリーメイトみたいな。カロリーメイト？まあ、カロまあカロ。形の。そうね。カロリーメイトみたいなねブロックがあったんだけれども、まあちょっと高いのよあれ。金額が張るのね。はい、でちょっとしたなんかそのセットみたいなもので、もう1000円2000円いっちゃうし。大きいなんか船だとか、なんかその建物だとかすると、数万単位で、結構高いのよ。高いからね、なかなか、うわ、買ってあげられないな。まあ、ちょっとしたものだったら買ってあげられるんだけれども、本当に少ししか入ってないから、まあ、それだったら多分もっとたけちゃん欲しくなるだろうなって思って、結局どうしたかって言ったら、木村さん、オークションでね、それを落札して、うん、要はそれあげようと思ったらしいんですよ。ヤフーオークションでものすごいブロックがいっぱい入ってるような、もの、まあ、いろいろなんかバー入ってて、で、あれレゴのさ、人形って知ってる？小さい、そうそう、黄色いやつ、ちっちゃいやつ。なんか手がこうなってる。そうそうそう、手がこうなってるやつ。ああいうのもいっぱい入ってるようなものを落札して届いたんですよ。でも、まあ、開いてみたら、やっぱりちょっとさ、まあ、汚かったから、まあ、いろいろとさ、もう、まあ、たけちゃんにね、まあ、多分もしかしたら口入れちゃったり、まあ、5歳だから入れないかもしれないけれども、まあ、ちょっとあれだからもう洗剤とかで、もう、洗ってね、で、それで、入ってて、たけちゃんに、ドンと渡したの。ブロックのもう、本当にもう、いっぱい入ってるやつを。そしたら、たけちゃんめっちゃ喜んで、で、それでいろいろ作るわけよ。で、これぞ、これキリンとか言ってんだけれども、まあ、木村さんからしてみたら、これ何がゾウで何がキリンなのか、もうよくわかんないぐらいのなんか変な造形だったのね、うん。でもさ、こういうものって、作っていけば作っていくほど、うまくなるんですよ。うん、ねえ、うまくなっていって、だんだん、その、たけちゃんが何を作っているのかっていうのがわかるようになったんですって。うん、ある日ね、たけちゃんまたね、いつものように、ブロックでね、遊んでたんだけれども、まあ、今日作ってるのは、あ、家だなって思ったんですね。三方壁あって、で、そこで、あ、ここは、あ、キッチンだなとか、うん、あ、ここはなんかテーブルあるなとか。で、テーブルのところに椅子が4脚あって、それぞれに、人形がね、3体座、要は3席、なんかその人形が置いてあったんだって。で、それ見てね、あ、これ、まあ、木村さんは、あ、自分家だなと、あ、うちの家族がここいるんだなと思って、たけちゃんに聞いたらしいんですよ。たけちゃんさ、これ、ママどこかなって言ったら、たけちゃんは、その人形のね、一体に向かって、これがママって言って、パパどこかなって言ったら、これがパパって言って、で、たけちゃんどこかなって、いないって言ったのね。え、でも、このもう一体あるじゃん。あるから、それタケちゃんだと思ってたんだけれども、え、じゃあこれは、この人形さん誰なのって聞いたら、お姉ちゃん。でも、お姉ちゃんって言われたんだけれども、木村さんちって3人家族なんですよ。自分と奥さんとタケちゃんだけ。お姉ちゃんなんかいないんですね。え、なんだろうって言って。いや、これ知らないお姉ちゃんって言ってたから、あ、知らないお姉ちゃんなんだ。って思ってたら、いきなり、たけちゃんが、ふっとね、もう一体人形を、そのテーブルの脇に置いたんですよ。え、これ誰なのって聞いたら、知らないおじさん。うん。って言って。で、これが知らないパパ、これが知らないママ、これが知らないお姉ちゃん、これが知らないおじさん。みんな知らないって言ってたのね。うん、あ、じゃあ知らないんだって。
木村さんになったんだけれども、でもそれよくよく見るとこのね最後に置いたその一体の人形はちゃんとしてるんだけれども、最初に置いてあったそのテーブルに向かって3体置かれてた人形なんだけれども、全部顔がなかったの。え、人形の怖い、人形の顔がなかったの。だから聞いたのよ、そう思うでしょ、うん、何なのって思うじゃん、うん、だから木村さんもあれ、たけちゃんさ、これ顔、うん、顔これどうしたのって、人形の顔ってどうしたのって聞いたら、そしたらいきなりたけちゃんが手をねこうやってグーって、うん、たけちゃん、顔はねみんな全部庭に埋まってるよって言って、うん、パッて開いたら、レゴのあれ、レゴのなんか顔があったんだって、うん、でこんなことがあったから何なんだろうと思って、その送り状にさ、その送ってきた人の名前だとか当然連絡先とか書いてあったから電話したんだって木村さん、ちょっと気持ち悪かったから、うん、なんかレゴってなんかこれなんか変なことあったんですかみたいな感じで電話をしたら、そのヤフオクで売ってた人につながって、いや何もないですよ、なんかこんなこと言われたんですけれどもみたいな感じで息子が、その見間違いとかなんかそれちょっと思い違いとかじゃないですかって言って電話切られちゃったんだけれども、でこれがあった数日後、木村さんがね新聞読んでたって、で新聞読んでたら、えっって思った。この新聞の記事にそのねレゴブロックをヤフオクに出してた人の名前が出てたの、うん、その人の家の家族、お父さん、お母さん、娘さん、みんな殺されちゃった。でもこの話おかしいじゃない。何がおかしいかって言ったら、これ仮の話だよ。仮の話、例えばそういう事件が起きた後にこのレゴブロックが木村さんの家に行って、そこのなんか残留思念なのかなんか分かんないけれども、うんうんうん、そういうものがあってそれをタケちゃんが見ちゃいましたとかっていう話だと分かるんだけれども、その事件が起きる前にレゴブロックを買って落札して来てるわけだから、うん、時系列的におかしいじゃないっていう話を木村さんが、まあ、僕に語ってきた時に、木村さんが何を言って、うん、最後に何を言ったかって言ったら、うちのタケちゃんなんだけど、もう前々からすごい才能あると思ってたんだけど、うちのタケちゃん予言できるんじゃないか、うーん、いやーすごいよねうちの息子っていうふうにニコニコ笑ってこの話をしてくれました。うーん、以上です。ありがとうございます。 ありがとうございます。たけちゃん、たけちゃんのお話でございます。可愛いから始まる、はい、ありがとうございます、ね、まあ、これがね、あのレゴブロックの話でございますね。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。